皆さんこんにちは、ペソでございます。アスライトね、続きやっていきましょう。さあどうしよう、これちょっとな、削っときたいけどな。よしよし、あーこっち入れるのは大きいね。それで、回しちゃいましょうか。あの一旦のミスやな。そんなねバカ減りはしないでしょ、いくら白衛でも。8やったら、あ、12か、12はでかいな。どうやろね、16ぐらい残してくれれば。わあ、意外と大きかった。いやか、こっちは大丈夫か。まあ、430。ああ、ゼロはないと思う。おー、あぶない。ああ、そっちでやろうか。ああ。うん。あの、ね、ロングレンジを耐えれば。全滅、うん、うん、まあ30178あるな。あった。まあでもここまでやね、いい壁役してくれた。空母がよく残った。
削れてない銃削った。できるだけ削って終わりましょう。ははははは、1個だけ残した。
これで全部やね。戦艦が1個タコ殴りにされるやろけどね。1体だけやった。よしよし、ああ、やられるな、レールガンで。まあ、これはしょうがない。さあ、どのタイミングで戦艦やるかやな。あ、これこそか。これで終わるね。はい。いやー、しんどかったねー。1時間ぐらいかかった。はい、起動母艦の全てを失い引き上げていったと。
相変わらずその評価のあれがよくわからんけどね、ユニコーンということですね。ではね、ちょっとここでセーブして、はい。では今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。